合わせてくれないか。2万、いや1万リラでいいよ。秘密なんて誰でも大なり小なり持ってるよ。誰にでも当てはまること言ってません？人を探している。君は今大切な人を探している。だからさ、誰だってみんな人を探して生活しているよ。素敵なガールフレンドとか良き友人だとか。でもズバッと言ってもらえると気持ちいいですね。どうやって占うのかな、その水晶で？いいえ、すでにもう占っている。今そのズボンについた泥の形でわかる。ロマ占いでは数千年前から偶然にできた形で見るのが一番よくわかると言われている。それは運命の印だからね、娘だ。君が探している人物は自分の娘だ。15年ほど前に別れた女の子供を探してこのサルディニアに帰ってきた。え？いや、おかしい。その若さで。いや、自分で言ったことだが確かにおかしい。誰の子供ですって？でもいるんだ、間違いない。手相の方を見せてくれ。お願いだ。